というわけで、つばさチャンネルの新田つばさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、つばさチャンネルなのに中原が目の前に座ってるっていうね、簡単ね、謎のね。緊張しちゃってて、今こんなこと聞いてなかった。あ、なんか言ったと思ったら、ちょっとね、アドリブだと言ったらね、ちょっと緊張しちゃった。ちょっとさっきまでね、画面の縁の方で見えないところでね、ちょっと余裕ぶっかましてたの。いきなりここに座らせられる。せっかくだからもう行っちゃう。そうそうそう。まあね、僕はもうほら、どっちに話しても同じなんで、そう、結局まあ、ですけども、まあ前回前々回、これはもう僕らの時間では続けてやってますけども、うん、まあその警察じゃないな、これは、うんうん、なんだろう、なんか、まあ、モラル欠如から来てやってるじゃないですか、まあ、で、タクシーも見て、うん、で、最後ですか、はいはい、この写真これね、まあ、さっき、今ですよ、この話を聞いてもらうために、はい、彼にね、前に挙げたあの例の大バカ警官5人衆のお話を、煩悩警察、ね、煩悩の塊、あれを見てもらったじゃないですか、はいはいはい、実は繋がると思って、はい、今回このね、話を用意するんですけども、まあ、まず画像を見てもらいたいですね、はいはいはい、まあ、今上がってますかね、これですね、はい、はい、これ、まあ、酔っ払ってんのか何だか分かんないけど、座ってますよ、うん、女性が、はい、ね、で、これちょっと見てください。靴は脱げてますね。裸足ですね。はい。で、この腰に注目してください、これ。これね。おむつ？パンストをね、ちょっとこのおばちゃん引っ張り上げすぎてんのね。上にきすぎちゃってるんですね。どうやってこんなに引っ張り上げてんのか、わかんないですよ。ただまあ、パンツ、この黒いパンツを履いてるんだけども、まあ、それがちょっとね、腰履きなのか、まあ、何にしてもちょっと腰パンスト見えすぎでしょっていう。まあ、通常こんな状態にはならんね。ね、で、この上の服がどこまでめくれ上がってるとか、まあちょっと後ろからなんでよくわかんないですけど、で、今ちょっとチラッと僕おばちゃんって言っちゃったんですけど、まあ多分ね、40代。40ちょいぐらいかな。で、まあ、絵で見てわかると思うんですけど、ちょっと太ってます。そうですね、ちょっと、寸胴さんですよね、はい、それは。はい、で、さすが画像には映ってない。僕これちょっとね、ある柱の横から女の人だけが見えるように写真撮ってるんですよ。はい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 、これ実はこの前に、おまわりさん一人立ってる。あ、なるほど。はいはい。もう誰かが通報したのか見つけたのかわかんないですけど、もうおまわりさん来てる状態です。ね、だからまあちょっと浮かんだのが、さっき見せたあの状況ですよね。あ、女性。若い女の子が酔っ払って座っている、そこにバカみたいな警官が5人も。で、今回じゃあこの警官はどういうことをするのかなと、うん、ちょっとそれを観察してやろうと思って。ちなみにこれね、コンビニの、ま、もう向かいなんですね。コンビニの向かい、はい。かつて僕がよく行ってたコンビニの向かい。はいはい、はい。まあさっきこれね、場所的に言うとさっきの1個前、まあ1個2つ前に話した、あの清掃業者。はい。あのバカ女2人の。地下鉄。あの近くです。はい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 。はいはい。まあそこなんですけどね。これ面白いのはね、この自転車を止めないように立ててる柵の中側に座ってるのが面白いですね。そういうことなんだ。そう。黄色い黒のしましま。これは一応駐輪禁止って貼ってあるポールみたいなやつですよ。はい、ね、その中に入って座ってるんです、このおばちゃんね。まあ、駐輪禁止だけ座るのよ、確かに。で、まあ僕はね、これ、あの、コンビニに寄る予定だったんで、はい、まあ買い物して、します。はいはい。で、出てきます。あの、おまわりさんの声は聞こえるんですよ。なんで、まあちょっとおまわりさんの声を聞いてたんですね。まあコンビニの前なんで別に立ってても何ら不思議ないし、うんうんうん、僕以外にも何人かいるんですよ。ちょっと見てる人が。見物に多いんですよ。そう、はいはい。なんで僕もちょっと見てたら、はい、おまわりさんが、まあ一応さ、大丈夫だとは思うんだけどさ、って言ってるわけですよ。まあ、多分だから、受け答えはなんとかできていて、大丈夫ですって多分言ってんですよ、このおばちゃんはね。だけど、まあまあ、ずっとなんか話しかけてるんですよ。だから要するにこのおばちゃんからしてみれば、立ち上がって行ってくれないと、僕の仕事は完了しないっていう、はいはいはい、まあそういうことです。この状態で去ることはさすがにできないですよね。もうギャラリーもいますから。はいはい、そうですね。ここはもう、めちゃめちゃ仕事しない。職務だ。そう。これで放置したらね。はい、また誰かが、今警官来たんですけど、どっか行っちゃったんでなんて、チクられちゃうかもしんない。公安委員会ですね。はい。なんで、まあ、それを一生懸命言ってる。そしたらね、救急車来たの。救急車来たの。で、これ向かいに大学病院があるんで、僕的にそっち入るのかと思ったら、うん、この人だったんですね。ここで止まったんですよ。ああ、じゃあ、完全に。ほんで、救急隊員が2人ぐらい出てきたんですね。で、まあ、おまわりさんが事情を説明する。ほんで、救急隊員がしゃがみ込む。で、とりあえずさ、血圧測らせてもらうよって言ってるんですよ。で、まあ、機械出して血圧測る、はい。で、まあ、どうなったか状況はわかんない。そこまではわかんないです。た、まあ、終わる、はい。で、なんか知んないけど、まあ、ちょっとまたおまわりさんと話をする。車に乗り込む猿。僕ね、人生で来た救急車がここに、まあ、いるわけですよ。この状況で乗せもせずに去ったの初めて。すっげえ。じゃあ結果的には血圧を測っただけってことですか。そうなんだ。ね、どんな状況でもですよ、一旦中でやるでしょ。まあ乗せ込みますよ ね。それをせず
血圧測って、はいっていなくなったんですね。いやいや、それ誰もおかしいこれは僕はもうね、長い人生の中で初です、経験。はぁー、乗せもしない、ね。なんなら救急隊員が出てくる、はいはいはい、その時に大丈夫ですと立ち上がる、うん、歩いていく猿はわかります。まあ大丈夫だったよ。でもずっとこの状態ですよ。下手ってんだ。去った後もこの状態です。ダメじゃん。でも去りました。なんでなぁ。ね、なんでですか、これ。何のために来たんじゃん。そうなんだろう。これがもし若い子だったらとか、わかんないですよ。わかんないです。このおばちゃんが本当に大丈夫だという判断をしてるかもしれないです。まあ何にしても去りました。はい、これまあもしかしたら、おまわりさんのフライングかもしれないですよ。フライング？まあ要するにちょっとおまわりさんもすぐに呼んじゃったんですよ、救急車をね。ああ、この状態だけ見て。だけど、まあまあ、大丈夫よ、ぐらいなことを言われたのかわかんないですけど。まあでもやっぱりね、こうお水飲んでちょっと口から吐いたりとかしてですね、口をゆすいだり。だからやっぱり、お酒に酔ってんだろうなと。で、まあ、この腰パンストですよ。もう何にしてもこの腰パンストしか目にいかないです。どうな引っ張りすぎでしょうと。これもう通常でも見えちゃうやつですから、これね。まあ、そういうこと、こんぐらいだと思う。で、これね、またこれもちょっと映ってないんだけど、なぜか靴は揃えられて、この人の真後ろに並んでる。自殺するんですか？わかんないですよ。ここら辺に散らばってたのもしかしたらおまわりさんが取ってそこに置いたかもしれないけど、僕が見た時はもう綺麗に2つ揃ってるんですね。そこは理性が。はいはい、靴を脱いで。で、カバンも真横にあるんですけど、はいはいはい、まあでもずっとこんな状況で、結局救急車が行った後もおまわりさんはずっと喋ってあしゃがみ込んでちゃんと仕事してる。そう、仕事してるんですよ。だからね、大丈夫じゃないんじゃないのっていう、ちょっとこっちまあ、そうですね。でも救急車は血圧を測り、それだけで去ったんですよね。なんだかわかんないですよ。いろんなところで呼ばれてんのかもしんないですよね。こんなことでよくない。そのうちの一環でたまたま寄ったのかもしんないし、途中でこの後に本物があるかもしんないし、わかんないけど、まあ何にしても去ったんです、救急車はね。うん、ってことはまあ命とかには別状はないという状況。まあ大事じゃないですね。まあだからそれで前回の話ですよ。はい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 。で、おまわりさんバカな5人が5人がん首それて最後まで付き添い、はい、マンションの前まで行き、ね、中に入れる作業をしたわけですよ。してました。さあおまわりさんどうするの、はい、同じことしなきゃね。はいはい。そしたらね、一生懸命話しかけて、はい、とりあえず立てるって言ってるわけですよ、うんうん、はい、これも聞いたことあるんですよね。はいはいはい、はい、とりあえず立ってみようかって言ってるわけです、はい、で、まあなんかゴニョ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 女性は言ってるんですけど、はいはい、全く女性の声が聞こえないんですよ。あ、もうなんか言うじゃない、うん、そうそうそう、はいはいはい、おばちゃんね、はい、うん、で、まあでもなんとなく立ち上がるような素振りを見せるけど、また一回座ると。お、まあ言っちゃえばあの時の女と一緒ですよ。そう、あの時の女も一回自分の足で立ち上がり、ね、運ばれてまた下手ったと、はい、同じですよ、全く今のとこ一緒、うん、で、また話しかける、はい、で、また立ち上がる、はい、で、まあなんとかこのね、駐輪禁止のポールとかをこう掴みながら、うん、まあ立ち上がった、はい、で、後ろに靴あった、うんうんうん、で靴を履く、はいはい、ほんでお前さんここに来る、はい、大丈夫だよねって言うんですよ。おい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 、うん、みたいな感じですよね、はい、じゃあ気をつけて帰って去りました。行っちゃった。全然違うんですよ。完全弱さですね。ね、年齢と、まあ、年齢的に言うと40代そこそこ、まあ太ってますよ。この座ってる形だけでも見て分かる通り太ってますよ。ほんで腰パンですよ、これ腰パンスト全開の、まあ、ちょっとぶっちゃむくれた顔のおばちゃんですよ。めちゃめちゃ出てきますね。そんなおばちゃんですから、はいはいはい、まあ、早く帰りたかったんでしょうね、これね。お前さんの方いや、せめて歩いていく姿を見送りにしてもいいんじゃないかな。もうだから口頭だけで大丈夫だよね、分かった、はいって終わってるんですね。はいって、もう自転車またがっていきました。でね、うん、この間一回ね、おまわりさんね、ちょっと席離れてるんですよね。はいはいはい。あの多分なんかあの交番がすぐ近くにあって、うんうんうん、なんかそこに何かを取りに行ってんですよ、はい、おまわりさんは自転車を止めたまんま、はい、自分の足で、はい、なんで自転車乗んないのかなと思ったんですけど、まあここにはもう自転車があるんで、まあこの人に手出さないでくれの合図かもしれないですよ。あ、警官済みですよ、はい、でもその間にこれもシャメ取ってやろうかと思ったんですけど、バカなバカップルがやってきて、その自転車にまたがってシャメ取ってましたから、そこも本当は収めたかったんだけど、まあタイミングですよね。これでも上げたら問題でしょ。いや、だいぶ問題でしょね。だってそれ食用の自転車だけですからね。そんなことされてんのも分からずに、この男ね、おまわりさん戻ってきて大丈夫だよねとかって、お前がもう大丈夫じゃないよ。
もういたずらされちゃってんじゃんってぐらいの、まあ、そんな状況ではあったですけ ど, ど、まあ、やっぱりね人によってっていうかわかんないですけど対応が全然違う、はい、やっぱり前回の動画があるんで、はいはい、これがもしスカートを履いた若い女の子だったらどういう風にしてたのかなっていう風に思っちゃうんですよね。もしかこの警官さんがすごいぽっちゃり線とかだったらまた話は変わるかもしれない。話は変わるでしょうね。はいはい、あとまあ謎なのは救急車ですよね。そうですね。そこは案外一番謎。乗せないってパターンはもう久しぶりというか初めてか。警官的には乗せてって欲しかったでしょ。いやそうそうそう。じゃあもう今度終わりますからね。よかったじゃないんだもん。こんなんなんかごちゃごちゃ言ってガサって言っちゃったでしょ。そうなんですよ。つらまあそういう話でした。はい、まあ、だからやっぱねちょっとつなげて考えてみて、まあおまわりさんいろいろいると、うんうん、まあそういうことです。じゃあちょっと中田君最後締めてだと思った僕締めやっちゃっていいんすか。そうですよ。はいどうぞ。そしたら今日の中原ちょっとメインになっちゃったんですけど翼チャンネルはこれで終了になります。はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。おー普段言わないでもこの後歌流れますからねチャンネルとまいやありがとうございます。ありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。